岡山市役所にやってきました。こちらの懸垂幕をご覧ください。岡山のこれからを決めよう、岡山市長選挙。私たちの暮らす町のリーダーを決める市長選と岡山市議会議員補欠選挙の投開票が10月3日に行われます。今回は投票率向上に向けた取り組みや投票所での感染症対策などについてご紹介します。トミちゃん&桃太郎の岡山シティ河原版。岡山市選挙管理委員会事務局の長谷川さんです。まもなく岡山市長選挙が行われますが、前回の市長選の投票率はどうだったんですか？はい、4年前の岡山市長選挙では投票率が 28.35% と過去最低の数字でした。岡山市では投票率アップを図るため PR 動画を作成して市の公式 YouTube や区役所、岡山駅、イオンモール岡山などで流しております。またポスター掲示上に二次元バーコードを掲載して手軽に選挙情報にアクセスできるようにしております。今回の選挙はコロナ禍の中で行われることになります。投票所では感染症対策はどのように行われますか？はい、それでは実際に投票所でどのような対策が取られているか見ていただきましょう。はい、やってきたのは投票所を再現した部屋。まずは手指の消毒です。そして受付へと向かいます。ありがとうございます。あ、こういった鉛筆が一人一本用意されてるんですね。そうですね、使い回さないようにして感染症対策をさせていただいています。はい、あと選挙人名簿の照合の係と投票用紙をお渡しする係はマスクとフェイスシールドで対策もさせていただいております。投票用紙を受け取った桃太郎が向かったのは記載台です。おお、記載台も間隔を空けて使うようになってるんですね。岡山市では投票所における密を避けるため期日前投票の活用を呼びかけています。期間は9月20日から10月2日まで。場所は各区に開設される期日前投票所です。またイオンモール岡山1階ミライスクエアにも期日前投票所が開設されます。期間は9月28日から30日まで。岡山市内のいずれの区に住んでいても投票できます。岡山市の将来を決める大切な選挙になります。皆さんぜひ投票に行きましょう。投票日は10月3日です。詳しくは岡山市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。